アルビスタジアム特別編、今日は B リーグ女子サッカーの魅力を知ろうということで、こちらの方に来ていただきました。アルビレックス新潟の島田譲です。お願いします。島田選手はこう選手としてはもちろんですけど、選手以外の顔も持っていらっしゃるじゃないですか。はい、今回WE リーグの方の理事に、をやらせてもらえることになりました。はい、響きだけでもかっこいいんですけど、理事ってどういったことをやるんですか？いや、でも基本的にはその毎月ある理事会に出席して、まあ、あとは僕は今アルビレックスに所属していて、レディースのチームがあるので、一緒になってレディースのチームを盛り上げていければいいかなというふうに、まあ、サッカー選手はすごく影響力のある仕事だと思うので、新潟の人たちとかいろんな人たちにいい影響を与えれればなと思って、まあ、頑張ってます。はい、今日はですね、そのアルビレックス新潟レディースの選手お二人をお迎えして、ちょっと島田選手といろいろお話ししてもらおうという企画になっています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はこちらの方に来ていただきました。背番号1番、ゴールキーパーの平尾鹿です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、今日はちょっと理事と対談ということで、いろいろ質問なんかを、ね、していただきたいと思ってるんですけれども。みんなひたむきにやりますし、やっぱ勝利へのこだわりというところで、まあ、一点一点、シュートへの貪欲さであったり、まあ、そういうところはすごい、まあ、女子サッカーの魅力だなっていうふうに思ってます。やっぱその今おっしゃったように攻守においてのこう粘り強さはやっぱり男子よりもすごくあるし、なんかもちろん男子の方がスピード感とかその迫力みたいなところはすごくありますけど、やっぱり女子の試合の方がそういう意味ではこう見てて熱くなるものがあるし、チームとしての一体感をすごく感じますね。はい、同じ女性があんなにかっこよく戦ってるんだっていうピッチ見て印象なんですけど、なんかその辺ってどういう風に感じてるのかなっていう。もう私自身サッカーをやってる身なので、かっこよさっていうのがあまり分かんないんですけど。めちゃくちゃかっこいいですよ、だって。まあでも周りからは結構そのかっこいいであったり、まあ、すごいねって言われる機会が多いので、まあ、そういう人たちの、まあ、応援もあって、私も頑張れているので、まあ、そういう声はすごい嬉しいです。こうプレー中はすごいこう戦う気持ちみたいなのが見えるんですけど、こう結構今取材とかしてるとそうニコニコしてくださるので、なんかそのギャップがなんかジェスサッカーならではのこう魅力もあるのかなみたいな。こんな笑うことないじゃないですか、試合中。試合中は結構、まあ、怒ってるというか、まあ結構審判にね私もですそうですね、結構サッカーで知ってもらった人に対しては結構怖いイメージをすごい持たれてて、 でもそれが結構嫌なんですけどまあでもそれで普段関わることによってギャップをうまく見せようと思ってます。いいですね戦略的な戦略的ギャップすごい嫌じゃ入ってますよでもあれですよ、僕もその理事になって、はい、こうなんかレディースの選手にみんな本当挨拶しなきゃなって思ってた時に、最初にこう理事になってからたまたま会ったのが平尾選手で、で一応理事になりましたって挨拶したらすごい笑顔で、結構怖かったんですよ僕最初いや年下ですよ最初平尾さんかと思ってちょっと怖かったんですけど、挨拶したらもうめちゃめちゃ気さくに話してくれたんで、もうほっとして。そんな雰囲気見えなかったですけどね、なんかすごいですね、そういうところから大事ですね。はい、ちょっと自分で言って恥ずかしくなってきました何かこうせっかくなのでこう聞きたいこととかありませんか？今レディースで島田選手がすごいかっこいいっていうすごい噂になって、噂というかもうめちゃめちゃ結構さっきも話してたんですけど、よく言われるんですか、やっぱかっこいい。言われること
ことはありますけど、はい、逃げましたねそんなことないです、はい、でも嬉しいですって言ってもらえて、はいはい、すごいなんかさっきいたよとか言って結構なんかもうこの前喋りかけちゃったとか言ってたんでみんな元気だなと思って高校の文化祭みたいですね先輩ででも本当あんまりこう関わりがないんで、はい、なんかもうちょっといろんな形で、うんうんうん、なんか普通に話せるような感じにみんながなったらあそれこそサッカーの話もできるし、はいなんかいいなと思いますけどね、はい、なんなら女子サッカーはワールドカップで優勝したことあるわけですし、うんうん、アルビレックスで日本代表なのは平尾さんだけだと思うんでそう思ったら僕はあまりこう女子選手が男子をリスペクトしすぎないで欲しいなって思うようになりました、はい、じゃあまさにねこういう機会っていうのはすごく今回いい、はい、嬉しいです私も嬉しいですありがとうございますレディースは比較的みんな若くて、うん、確かにキャプテンとかもされててどうやってこうチームをまとめているのかなっていうのはすごい気になります、はあ、難しいんじゃないかなって逆に上の選手もいるしそういう上のそう人がそんなに少ないじゃないですか、はい、どうなんですかへ、まあ、最年長と自分の年の差って10歳くらいあって、はい、まあでも言わなきゃいけない時もあるし、まあ、盛り上げなきゃいけない時もあるし、うん、その中で、まあまあ、でもピッチに入ったら結構もう年の差とか関係なく、まあ、きついことを言う時もありますし、うん、でもその中でもやっぱ年齢が高い人に助けられながら、まあ、キャプテンをやってるっていう感じですね厳しいですか一番怒られますいや叫ばれましたなんか言えないって言われてて、まずはボールを大事にしろよっていう叫びだったんですよ。なるほど。はい。あすごい怒られますっていう怒られる人はあまりすごいでもね、本当に慕われてるんだなっていうのが伝わってきますけれども。いつも応援ありがとうございます。まあ、試合の見せる顔と、まあ、普段見せる顔が全然違うんですけど、どっちも平打ちかなので、どっちも好きになってもらえると嬉しいです。試合応援来てください。ありがとうございます。応援します。いい。いい。では続いてはこちらの選手に来ていただきました。アルビレックス新潟リリース16番の園田優奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっといろいろ聞きたいことがあるっていうふうに伺ってるんですが、試合に入っていく時のモチベーションはいつオンに切り替えるのかなっていう。昔は結構もうなんか前日とか、はい、もうその週が始まったら結構なんかずっとこう試合に向けてこういう感じだったんですけど、最近は結構できる限りこうリラックスする時間を伸ばして、まあ、本当会場入ってなんか自分でこう準備を始めるぐらいから結構スイッチを変えていく感じでやってますね今は。あ、じゃあアップの前ぐらいから。アップの前ぐらいですね。でもあんまりこうガチガチにならずにできるだけ試合に入ろうとはしてます、はい、でもなんか試合の前の日とかに結構そわそわしたりした時はもうその起きた時からちょっと試合の映像とか見ているようにはするんですけど、結局試合に入ると自分が思った通りにいかないじゃないですか。特にボランチって相手の動きによってとか自分たちの味方の選手の調子によって自分のプレー変えなきゃいけないんで、なんかそういう意味ではこう常にこうフラットでいなきゃいけないなっていうふうに思うようになって、なんかあんまりこう相手のことを考えすぎたりとかせずにこうリラックスして試合に入ろうっていうふうになってから結構こう楽にはなりましたね、ピッチに立ってからのことが、はい、この前も観客席から見てらっしゃる、はい、見てました。あ、やっぱり同じポジションとしていろいろ見る視点ってあるんですか。やっぱりでも同じポジションの選手を追ってしまうっていうのはあるんで、僕やっぱアルビのダブルボランチは結構好きですね。お、はい、嬉しい本当に。サム選手ワンちゃん飼ってらっしゃるって聞いて、インスタ見てますよ僕。本当ですか。最近今日のパール載せてないんですけど可愛いんですよ。
やりましょうよ、ああいうのちゃんと毎日とか、ね、寂しくはないですね。まあ、言ってくれると、まあ、助かるっていうか結構助けられてるんで、まあ、可愛がってますめっちゃ。そこまで愛感じなかったっすね。はい、いやでも結構わちゃわちゃ来るんで、はい、一匹っすよね。一匹です、結構来るんですよ。なんでいいよっていう時はあんま放置するんですけど来てほしい時はもうがっつり受け身で。ちょっとプライベートな一面聞くと、あ、なんか女の子なんだなってこう感じるんですけどお料理もされてるんで。あ、そうですよね。どんな料理が得意なんですか？でも自分宮崎出身なんですけど、はいはい、チキン南蛮が有名で、得意料理はチキン南蛮です。あ、めっちゃいいな。かっこいい。いいっすね。いいですね。いや、オフの日ってあのシーズン中の、はい、なんかどんなことするんですか？オフの日ですか？すいません、プライベートの質問で。チキン南蛮じゃなくて今度チキン南蛮食べに行きますみたいな。大丈夫ですか？趣旨、番組の趣旨合ってますか？大丈夫です。はい、ちょっと今日の皆さんのことを知るっていうことで。そうですね、間違いない。はい、はい、大事だと思います。皆さんにも知っていただこうということで。オフの日は、でももう僕は基本子供と遊んでます。はい、公園行ったりとか。サッカーやったりは？サッカーまだやってはいないですけど、あのそれこそだから僕が WE リーグに関わるってなったのも結構娘の影響があって、なんか去年ぐらいから僕がそのサッカー選手だっていうのを分かってきて、なんかこう いろんな将来の夢言うんですけど、その中にサッカー選手がこう、はい、入ってくるようになったんですよ。女の子にさせても全然気にならないですか？あ、そうですね。でも最初に言われた時はちょっとこうなんかこう変なこうドキッとした感じがあって、でもそれなんだろうなって思ったら、考えたら別にその女の子がやることに対してっていうよりは、そのやっぱりそれが本当に女の子がプロになった時に WE リーグの環境とか女子サッカー あの選手のなんかなんだろう、社会的な地位みたいなところがすごく気になったので、そっちに不安があったので、だったらもしそこに関われるなら自分が少しでも環境を良く しておきたいなっていうか、それは別に自分の娘のためだけじゃなくて、あの将来サッカー選手を目指すような女の子たちのために何かできるかなっていうのは思ったっていう真面目な話を一回挟んでいやいやいや、うちどうだったんですねっていう経緯を知ることができました。はい、それで僕去年、あのご存知か分かんないですけど、あの男女共同開催の時にちょっとこう盛り上げようとして、はい、いろいろ対談組んでもらったりとか、そういうのを見ててもらって、うん、あのオファーっていうか理事の話をもらったっていう感じなんで。まあ、今シーズンすごい男子サッカー盛り上がって、でその男子のファンの皆さんもこうリリース見に行ってみようっていう方がすごくいらっしゃった印象があったんですけど、男子のトップの選手たちが優勝したっていうので、まあ、新潟が盛り上がってて、まあ、その中で自分たちがまた注目されるわけじゃないですか。っていうのでもっと結果を残したいっていう気持ちが、まあ、今はすごいあって、でやっぱ優勝して自分たちもまあモチベーションも上がってるので、まあ、そこはなんて言うんだろうな、まあ、続けるように自分たちも頑張っていきたいなと思います。男子も目の前の敵が最強の敵だって言って毎試合こう戦ってたんで、うん、その気持ちで。男子の試合、あ、もう一回いいですか？何回でも。そう、男子の J1 優勝に続けるように、私たちレディースも一戦一戦勝利に向かって頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。バッチリです。今シーズンも応援お願いします。アルビレディースの今後の試合の予定です。試合中とはまた違った皆さんの表情を見ることができました。
平尾選手、園田選手、そして島田理事、ありがとうございました。今後もアルビレックス新潟、そしてアルビレディースを応援していきたいと思います。